日本のスズメたちが可愛すぎると世界で反響を呼んだようです。日本でよく見かけるある鳥が海外で大反響を巻き起こしました。海外では可愛すぎる、まるで現実世界にいるポケモンのようだと愛くるしい姿に心を奪われる外国人が続出。その鳥とはなんと私たちにとって身近なあのスズメのこと。ユーラシア大陸を中心に多くの地域に生息し、日本でも全国的に分布しています。しかも人気になっているのはなぜか日本に生息しているスズメだけ。それは日本でしか見ることのできないある日本固有のスズメが関係していました。そこで今回は日本のスズメだけが人気になっている理由とそれに対する海外からの反応をご紹介します。日本のスズメが人気な理由とは、スズメは西はポルトガルから東は日本まで世界の広い範囲に分布しています。しかし北の寒い地域では生息しておらず、またインドにはほとんどいません。英名ではツリースパローというように、ヨーロッパなどでは主に農耕地帯に生息。日本のように都市部などの生活圏で見られる地域は限られているようです。一方日本で見られるスズメは集落などの人の生活の傍らで見ることができ、人がいなくなるとそこから離れていきます。日本では昔から人が住む家の屋根裏に巣を作り、水田で餌を取るなどスズメが人間の生活に密接に関わってきました。そのため時代とともに環境や住宅など人間の生活圏が変化すると、その影響を受けてスズメも年々減少。2000年代と比べるとスズメの数はこの20年間で5分の1にまで減ってしまいました。その主な要因として時代の流れとともに気密性の高い住宅が普及したためと考えられています。住宅における気密性とはどれだけ隙間をなくし外と室内の空気の出入りを少なくしているかということ。家に巣を作る空間がなくなってしまったことが大きな原因の一つのようです。また虫を採取する水田や空き地、草原などが減少したことにより餌が足りず冬を越せなくなったことも原因とされています。しかし今でも私たちにとってはとても身近に感じることのできるスズメ。そんな日本のスズメたちがある日本人の写真家が撮影した写真集をきっかけに海外で人気が急上昇しています。その写真家とは日本スズメ楽園や日本スズメ散歩などの著者中野悟氏。彼の写真集を見た海外の人たちからは次のようなコメントが寄せられました。スズメがこんなに可愛らしい鳥だなんて知らなかったわ。私もたくさん写真を撮りたくなった。これは完全に人間を落としにかかっていますね。日本のスズメはなんであんなにぷっくりしているのでしょう。超可愛いわ。私の国ではスズメってあんまり注目はされていないんだけど、しっかりハートを奪われてしまったよ。日本には本当にポケモンがいたのかと思ったよ。あまりの可愛さに正直驚いた。生まれ変われるならスズメになって人間たちを癒してあげたいよ。あくまで例え話だけどね。任天堂はスズメを参考にしてポケモンのチルタリスを作ったのかな。日本の写真集は本当に素晴らしいものがたくさんあるね。僕はその中でも中野氏の写真集が大好きなんだ。僕はパリに住んでいるけど近くの大学でたまに見かけるよ。でも日本とは違う種類だから可愛いと感じたことはないかな。日本のスズメはマリリン・モンローの生まれ変わりのようだ。この美しさに日本人は気づいているのだろうか。踊っているように見える瞬間が多くてとっても可愛いわ。どうしたらあんなに可愛くなれるのかしら。スズメに弟子入りしてみたいわ。子供たちがポケモンみたいって言うから僕もポケモンにしか見えなくなってきたよ。海外の人たちにとって日本のスズメはポケモンを思わせるような可愛い動物のようです。そんな日本のスズメですが、実は2つの種類に分類されます。日本に生息しているスズメは2種類。スズメ目、スズメ科、スズメ属に分類されるスズメの仲間は全世界で26種類に分類されています。そのうち日本で生息しているスズメは主にスズメと乳内スズメの2種類。私たちが街中や公園でよく見かけるスズメは日本人にとって最も身近な鳥の一種です。チュンチュンという愛らしい声で鳴くのが特徴で、屋根裏や電柱などの人に近いところに巣を作ります。スズメが人のそばを好むのは田んぼの植物や昆虫を食べ、天敵である猛禽類などから身を守るためだとか。一年中決まった地域で過ごし長距離を移動する渡りはしないと考えられていますが、
餌を求めて移動する個体もいることが分かってきています。体はオスとメスで同じ体色をしていて、見た目は区別がつきません。一般的な鳥は羽についた寄生虫などを落とすために水浴びか砂浴びのどちらかを行う習性があります。しかしスズメは水浴びと砂浴び両方をする珍しい鳥。一日に一度必ずどちらかを行うそうです。綺麗好きで可愛らしいですね。さてもう一種の乳内スズメはオスとメスで姿が全然違います。オスは赤みの強い姿をしていて、頭部と背面は美しいオレンジ色。メスは目の上に白い帯状のまだらがあるのが特徴です。冬季は雪の降らない場所で、主に西日本の農耕地、水田などで採取し、木の上をねぐらにしています。人里近くに生息するスズメとは対照的に、乳内スズメは林や森の中など、自然に近い環境を好むようです。鳴き声は、スズメに似たチュンチュンの他に、シー、チュピッチュピッと濁り気味に鳴くこともあります。また、夏は北日本で繁殖し、冬は越冬のために暖かいところへ移動する旅鳥。そのため私たちが目にする機会は限られています。なかなか見ることのできない乳内スズメに出会えたら何かいいことが起きるかもしれませんね。この2種類以外にも実は北海道にのみ生息している希少なスズメの仲間がいます。真っ白な姿をしているこの鳥も世界中で可愛すぎると話題になっているようです。幻の鳥シマエナガに魅了された海外の人々。世界中で人気を博しているのは雪の妖精の愛称で親しまれているシマエナガ。あまり知られていませんが、エナガという鳥の亜種でスズメ目エナガ科の鳥です。寒い地域に生息していて、ヨーロッパからシベリアにかけて広範囲に分布しています。日本国内では北海道内のみで見られ、本州には生息していません。常に5から10羽ほどの群れを形成して生活しています。千葉や長野で観察された記録も残っているようですが、あくまでもそれは迷い鳥とのこと。移動中に群れからはぐれてしまったかなりレアケースなため、基本的に国内では北海道に行かなければシマエナガには会えません。体長は約10から14センチ、体重は10グラムほどとスズメよりも小柄。そのため実物を見た時に思ったよりも小さいと驚く方も多いようです。シマエナガといえばコットンに丸い目と小さなくちばしをつけたような可愛らしい見た目が特徴。またチーチーピーピーと高い声で鳴き、その見た目を裏切らない鳴き声をしています。主食として樹液や小さな木の実、昆虫などを好んで食べます。大好物はなんとアブラムシ。ちょっと意外ですね。その見た目からおとなしくて臆病そうと想像しがちですが、実はとても活発。基本的によく動き回るので、まるでじっと座っていられない子供のようだと言われています。シマエナガが活発に動き回るのには理由があり、カラスやイタチ、ヘビなどの天敵から身を守るためなんだとか。確かにじっとしているよりも移動していた方が天敵に捕まってしまう確率も低くなりそうです。ちなみにあまりにもすばしっこく動くせいで撮影者泣かせという異名を持っています。日本でもネットを中心に大人気となり、シマエナガをパッケージに起用した箱ティッシュが発売され話題となりました。またその愛らしい姿が海外で紹介されると大きな反響を呼び、世界中の人たちからこのようなコメントが寄せられています。この子の存在を知っていても立ってもいられなくなったわ。日本まで会いに行きたい。シマエナガに恋をしないなんて無理でしょ。神様が人間を喜ばせるために作ったとしか思えないわ。日本の北海道でしか見ることのできない鳥なんだよね。絵面としてうちのビションフリーゼとすごく合いそうだ。日本は鳥までアニメ的なゆるキャラのような見た目をしている。とても可愛らしいね。まるで綿菓子みたいにふわふわだね。間違って食べてしまいそうだよ。この可愛さの衝撃に耐えられるほど人類はまだ強くないぞ。でもすでに多くの人々の心を奪ってしまったみたいだけどね。エナガならスウェーデンにもいるよ。アスカワードって言って、アスはお尻、カワードは弱虫の意味で呼ばれているわ。ピカチュウでさえ嫉妬する可愛さじゃないか。ポケモンにそのまま出てきても違和感はないと思う。世界で一番可愛い鳥だと思う。完全に一目惚れしたよ。日本はまさにリアル任天堂ワールドだよな。ゲームの世界みたいで羨ましい。日本人がデザインしたような可愛さだよね。これが現実にいると思うと興奮するよ。
僕たちポケモン世代は日本のどの生物を見ても何かのポケモンに見えてしまうよ。日本の鳥は可愛いわね。シェアしてくれてありがとう。でも日本に行かなくてもケベックには美しい鳥がいるの。それぞれの国に特色のある鳥が生息しているのよ。アニメ映画やビデオゲームで見ることができる日本人の想像力の源が何なのかようやく分かった気がする。本当に可愛くてまるで妖精みたい。うちでペットとして飼いたいわ。あまりの可愛さに北海道を訪れて実際に見てみたいと思う人が多かったようです。またアニメ文化やゲーム制作に対する日本人の想像力の源だとするコメントも見られました。可愛い動物が身近に生息している環境だからこそ多くの人に愛されるキャラクター作りにつながっているのかもしれませんね。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。日本のスズメが可愛いことは知っていたけど2種類いることは初めて知ったわ。ぜひ写真じゃなくて実物を見てみたいです。僕は日本に住んでいたことがあるけどチュンチュンとスズメの鳴き声が聞こえてくる朝は最高だったね。私の住んでいる国ではスズメは生息してないみたい。こんなキュートな鳥がいるなんて日本が羨ましいわ。日本の地方へ出張に行った時にたまたま見かけた鳥がいたんだ。今思うとそれはミューナイスズメだったのかもしれない。アニメのキャラのような鳥たちがたくさんいて羨ましい部分もあるけど日本に住みたいかと言われるとまた別なのよね。鳥の研究をして何年も経つけど日本のスズメは減少率が高いから心配だ。国を挙げて何か対策を取ってほしい。シマエナガは確かに可愛いわ。でも北海道に行かなくてもヨーロッパで見られるからあまり興味をそそられないの。いろんな国のスズメを見てきたけど日本のだけは可愛さが圧倒的だよ。これは日本がもっと自慢していいことだと思う。私が鳥を好きになったのは中野悟さんの写真集を見たことがきっかけ。子供たちも目を輝かせて見ているわ。日本は可愛い鳥たちだけじゃなくて魅力のあふれる素晴らしい国だ。日本の良さをもっと多くの人に知ってもらいたいよ。海外からは様々な意見がありました。日本のスズメの可愛さは圧倒的だとの声がある一方、個体数の減少率の高さを懸念する声も。未来の子供たちに可愛いスズメの姿を残すため何か対策する必要がありそうです。日本のスズメが海外で大人気な理由は日本でしか見ることのできない個体が存在し、その特徴や生態が可愛いからだと思われます。私たちが街中や公園でよく見かけるスズメやオスとメスで姿が異なるミューナイスズメ、そして国内では北海道でしか見ることのできないシマエナガなど世界に誇れるスズメたちが日本に生息しています。日本人にとって最も身近な鳥だと思っていたスズメたちは海外の人たちから見ると日本の一つの文化でした。他にも私たちが当たり前だと感じる光景の中に日本の素晴らしさが隠れているのかもしれませんね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆様からのコメントはすべて確認させていただいておりますので、ぜひともご意見をお寄せくださいませ。